ですけど、配信を始めます。いや、こんにちは皆さん、こんにちは。ちょっと充電をします。私は抜けちゃった。集中じゃない、まだ私のリハの時間じゃないんです。いやもうなんかね、初めてさ電車の中で寝てた気がする。今日昨日もちょっと遅くてさ、眠たいなと思ってたらさ、なんかすぐ機嫌悪いとか言わないのね。機嫌悪くない人に失礼じゃん私は機嫌悪いわけではない、疲れているだけです。もうなんかこっち来る間に疲れちゃった。ギフトありがとうございます。今日21歳になりました、おめでとう。ハッピーバースデー。ふー、今日本当にテンション上げていかないとやばい。いや本当にね、なんかね、なんだろうね、なんか急にうってきて、うって何がだよっていう話なんだけど、めちゃめちゃなんか来ちゃって、なんか寝てて起きてのんびり歩いてきて、で今レッスン場にいます。こんにちは。でここだとさ、髪の毛ちょっとグレージュってわかるんじゃない？少し黒ではないよね、なんか光の当たり方もあるだろうけど。こんにちは。日傘買った、日傘買ったの、なんそう買ったのなんかやっぱりでも買ったんだはいいんだけど、やっぱりなんか前のやつの方が使いやすかったなとは思う、強度的にも。こんにちは。ちょっと本当に仕事までに体調整えないとやばい。なんで今日こんなに疲れてる？誰か原因教えて絶対みんな知らないよね、なひかしかわかんないのにさ、原因教えてって結構すごいこと言ってるわ自分。夏バテかな、なんだろうね。まあでも暑いのはあるよね、暑いっていうだけでなんかちょっと外出るの嫌だし、ちょっとだるくなっちゃうからさ、なんだろうね、何、緊張の溜まりすぎ、緊張とかなんかいろいろ焦りとかが溜まっちゃった、もうあーって感じ、あーっていう感じ今で。レッスン場ついて練習できるかなと思ったはいいけど、ちょっとレッスン場が空いてなかったので、ショールームを始めました。1時間くらいします。そう、まあそしたら、夜したかったんですけど、夜は多分間に合わないはずなので。だよね、うん、そうなんです。今日もね、湿布貼ってきたんですよ。でもだいぶね、なんか痛かった、すねが痛かったの治ってきた。そう、あとは足首だけですね。足首と右のちょっと、まあ足首よりちょい上あたりだけだね。そこが治ればもう足は完璧、コンディション万全。日傘変えたよ、変えた。なんだろうね、なんで本当に疲れてるの、誰か助けてなんで疲れてるか誰か教えて。今日でもめっちゃご飯食べたんだよねこんにちは、受験さんありがとうございます。めっちゃご飯食べたの、たらこご飯朝食べてたじゃん、プラスブリを食べて、その後になんかそれでもなんか食べたいなと思ったからお菓子を食べて、
で、まあ時間をまた空けて、なんかドリアみたいなの食べたんですよ。どう考えて食べ過ぎじゃん私今日。やばい。今日の私のあの食欲が素晴らしい。お腹にお医者さんいませんかね。いたら私の体を見て疲労回復を。めっちゃ食べるやんと思ったもん自分で。それなのにさ、こんなに疲れてるって何っていう話じゃない。私の食べたご飯はどこへ行った。パワーになってないじゃん。ね、あさって地方公演なのに、ちょっと明日でね、まあ、明日でねというか、まあまあまあもう今日は食べないからきっと。で夜とか夕方から踊るので、夏バテかな。でも暑いとね、夏バテするよね。でもさ、ひかさ、なんかさ、夏バテっていまいちわかんないんだけど、多分かかったことないんだよね。あとは多分本当に疲れてるのはなんか眠たいからもある。3日分くらい食べちゃった。いや3日分も食べてない、食べてない。そんなせいぜい多分ね、みんなのね1日のご飯くらいよ。ひか基本的に2食だから。そう、基本的に2食っていう話をしてるじゃないですか。それで持つから割と。そう、2食なんで、まあみんなのプラスいつもより、まあなんか食べるものを考えず、まあ炭水化物と甘いものをたくさん取ったよねっていう。でも量的には3食分だから1日の食事なんです。ね、内容を考えなきゃいけないのに。でも朝まではちょうどよかったんですよ。そう、夏バテだと食欲なくなるよね、絶対そうだと思う、ね、夏バテではないよ。だからそう、だから多分ね寝不足だよね、どう考えたってきっと。眠いもん、初めて電車の中で寝たもん。なんか眠くてもうなんか眠いし、なんかもう起きてられないと思って。そう、まあ本当に数分だったけど、数分おきに目を覚まして、なんか一息ずつ起きてたけど。そう、なんか皆さんもね、なんか寝不足にはお気をつけください。マジで眠いとねしんどいよ。夜寝れてないの？うん、まあ、昨日は遅かったよね。昨日は遅くて、今日も8時半まで寝ようと思ってたら起きちゃって配信したじゃん。最近ちょいちょい遅かったんで、まあ、今日もね遅いんですけど、割と遅くて明日早いんですけど少し。ね、頑張りましょう。アイドルが電車で寝たの。寝るよ、眠たいんだ。もう初めてだったんです、電車とかで寝れないし。なんかあったら怖いじゃないですか、寝過ごしたとか。別に今日早めに来てるから寝過ごしたって別に良かったんですけど。そうだからね、寝たことなかったんですけど初めて、あれと。寝ないと頭働かないよね。こんにちは。こんにちは。
寝過ごしやばいかな。そんなだってヒカめちゃめちゃ早めに来たよ今日。何分前、1時間半前くらいに、あのレッスン始まる1時間半前くらいに着いてるから、大丈夫、まあ多少の寝過ごしならいいだろうっていう。朝より髪色明るく見えるでしょ。そう、なんか光の当たり具合でね全然違う色に見える。さっきねレッスンのところのね鏡見たらめちゃめちゃグレーがかってた。そう、そんなに早くでしょ。私はこういう女なんですなんかさ、いや別にね、なんか自主練をしたかったわけ。私は公演も近いしやらなきゃやばいなと思って自主練をしたかったんだけど、立ち位置に入れないって意味がない。でもレッスン場空いてない、じゃあ無理じゃねってなって今、あこの時間にじゃあショールームしようと思ってショールームを始めた次第です。なんかみんな的にはラッキーなのかな。ミッドコンサート終わるまで石川には帰れないの。そうだね、ずっとそれまではいます。そうだから定期的に私のストレス発散に行かないといけん。いやまあストレス発散というかあれよね、なんかなんちゅうの、疲れを癒しに。そう、慣れないところにいるとさやっぱりさ疲れちゃうよね。やっぱりいつもと布団違うし。大丈夫大丈夫、全然大丈夫こんな感じだけどね。もうねめちゃめちゃご飯食べてねパワーはあるはずだから、踊り始めたらね大丈夫なの。踊り始めるまでがしんどい、きっと。やり始めたらちゃんとねできる。っていうかカレンちゃんに会いたい。カレンちゃん今絶賛公演中じゃない、公演中か公演終わってちょっと休憩してる頃かな。でも2時間だよねってことは公演中かな。ミッサーにも会いたい。ミッサーはいるんですけどミッサーいるんですけど今レッスン受けてて、そう控え以外ね、なんか控え室みたいなところがあるんですけど、控え室っていうか楽屋っぽいところがあるんですけど、裏にいないんです、誰も仲良しの子が。でもハッツもルンさんもいると思うんだよねレッスン上には。私はでもそのレッスン受ける受けないので、それでないので。そうだから今日は多重放送じゃないです、もうずっと一人です。寂しい寂しいよ、歌歌いたいけどな聞こえちゃうからやめとこう。仲良しじゃない子ならいるのか、先輩ですね。なんか仲良しじゃないっていう言い方はあれだけど先輩がいます。でももぎさんかな、うん、さっき挨拶した時お顔を見えたのはもぎさんだった気がする。先輩に構ってもらう、無理に決まってんじゃん。喋ったことないのにさ急にもぎさんとか言ったら怖いでしょ。なんか仲良くないっていう言い方やめよう。喋ったことないの、仲良くないとかじゃなくて普通に関わりがないから一緒にお仕事する機会がないからおしゃべりしたことがないだけね。おしゃべりしたいよ、ルナもぎおんさんだもん。そう、面識があんまりというかマジで全くない、喋ったことない。
挨拶したくらいだよね今日みたいに。いつもほんとまあもちろん挨拶ね大切なので、いてぼきって言っちゃった。みちゃんカレンちゃん大好きだけど話したことないらしい。なんで好きなんだろう、気になるその理由が。面白いから、可愛い。カレンちゃんは可愛いよね。可愛いし面白いし、あの子は本当に最高だと思う。いや100点はいらないわ、だからそんなことはしない。顔がめっちゃタイプなんだって。へえ、カレンちゃんは可愛いよね。いいなあ。ちょっと待って、ちょっとごめんね、マジ体伸ばすね。すいません、あの腕とか肩とか伸ばしてるの。え、つつつて。なんとなくストレスを、ストレスじゃなかった、ストレッチを、ストレスをだってやば、ストレッチをしてみました。猫みたい。でもあれね、いいんだよ、やるとすごい気持ちいいの。あ、そう、お洋服にサメがいます。もともとお姉ちゃんなんですけど、なんかもう着てないから勝手に着てる。サメさん、これね、ひなこもね同じの持ってたはず。そう、いや本当に公演頑張ろう、楽しもう。今日ね久しぶりに多分イーリーさんに会えるから、多分ナナさんにはねちょっと今日はお会いできないんですけど、そうイーリーさんにはお会いできるのできっと多分ね、頑張ろう。いっぱい抱きしめてもらいたい。抱きしめてもらったら私の疲労がね軽減するから、絶対。なんかね、ギュッてしてもらうの本当に大好きなんですよ。なんだろうね、それだけでさ安心するというかさ、髪染めたんですって言いに行くの、言わなくても気づくと思う、会うから。そうなったら絶対気づくよ。
無言。いや別に無言ってわけじゃないんだよ。何話したらいいかなって考えてるの。こんにちは。本当にこの体勢でいたらこのまま、ね、寝ちゃうよね絶対。なんよくない。一回今本当にねどこでも寝られる気がする。このまま見たくね、ここの毛布にくるまれてたらね寝れる気がする。そう、なんか本当にその日眠くて、そうなんかレッスンとかじゃなくてなんかリハじゃなかった、自主練してて、そうで気づいたらなんかめちゃめちゃ寒くて、そうで寝て、そうあったかいとこないかなと思ってここ来たらあったかくて、ね、あったかくなったら眠いなと思ってそのまま車って寝ちゃって、で起きたら誰もいなくてピョンだけがいた。ピョンさんだけが練習しに来たって言って、こんにちは。誰も起こしてくれないんだ。うん、別に多分ね、もともともうその日レッスンなくって、そうだからヒカもその後レッスンあったわけじゃないから誰も起こさない。なんか割とそうよみんな、その後にレッスンがなければ割と寝かしてあげてるっていうか、まあ、みんなね忙しかったり夜寝れないとかはあるだろうから、寝れなかったとかはあるからきっと、そうだから次なんかレッスンに参加しなくちゃいけないとかがなければ起こされないと思う。でもそっちの方が嬉しい、比較的には。そうレッスンだったらねさすがに起こしてくれないといやちょっとってなるけど、そうレッスンじゃないなら寝たい、そう寝たくて寝てるんだろうから多分寝かしてあげた方が疲れも取れるんじゃないかなと私はね思ってます。なんか歌歌おう。あ、ダメだ、しか充電器今さしてるんだった。うん、なんか歌歌おうって言ってごめん、充電器さしてるから無理だわ。いや、いける。しばらくならいけるだろう。よし、歌歌おう。もう毎回同じ曲かもしれないけど、ちょっとアカペラはね私のなんか歌が分かんなくなっちゃう、歌詞をね出せないから。フラワーだ。なんだっけ。これ歌えるかな。光ってた。少し遅れて雷鳴そばで響いた。電車の壁に体を
だった二人の若さは不器用で見つめ合うことさえできなくて同じ空気を吸うのが精一杯だった胸の奥のその片隅に気づかれないように隠してたいたセクスアリスとは片思いはいありがとうございます一番だけでいきます何歌おう何歌おうその声漏れる Love you 傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこうほんの少しだけ遠回りもいいよね明日いいことあるかもしれないありがとうございます。はい、次行きましょう。もう次行きましょう。
待って。あ、間違えた、間違えた。うん、お待ちください。探してます。今。ここのところ見かけなかったから失敗したよ。誰より明るかった君の笑顔を思い出して、遠い街に引っ越ししたって聞かされた。最後にさよならくらい知ってるの。空は晴れているかい。 I miss you, yes. 忘れないよ君のことを。がらんとした広場でベンチに座り、ずっと僕の歌を聴いてくれたね。 Yes. 忘れないよあの出会いを。12月のことなのに昨日のように思えてしまうんだ。時は早足だね。なくても悲しんだりせずに僕は歌う。どこかで暮らす君もきっとそのこと望むだろう。そう今でも遅刻しちゃったって言いながら、突然現れそうだね。いつものあのベンチ、僕の心の角にバイク止めて、君はどこかで見てくれてる。雨が降り始めても Remember you。 くじけそうになった時は君が残した分も夢を見るから、誰よりも大きな声をかけてよ。ゆくじけそうになった時は目を閉じて思い出す。手拍子してる君のその姿は永遠の味方さ。早かったわ忘れないよ君のことを。がらんとした広場でベンチに座り、ずっと僕の歌を聴いてくれたね。 Yes. 忘れないよあの出会いを。12月
10月のことなのに昨日のように思えてしまうんだ。時は早足だね。はい、ありがとうございます。次何行こうかな。いけるかなこれ。ギリギリさよならが言えないよ。強がって微笑んだ涙のダムが下界する。までいい人でいたいなんて優しいふりしてる自分を軽蔑しようか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても、え、これ息続かない。面倒な信じられなくなったらおしまいだ。そうだろう。ギリギリさよならが言えないよ。強がって微笑んだ涙のダムが崩壊する。君は少しずつ黙ってる。その胸の悲しみが濡れそうで瞬きさえもできないくらい息を飲み、ただ見つめ合って動けなかった。愛とは表面張力。ね、これさ早すぎない？こんな早いっけ？多分さ歌割りがさ4人で割られてるからだよね。これは一人で歌えるものではないなと思いました。私は今早すぎてね、私の息が続かなかった。ごめんなさい。ありがとうございます。
が血も流さないでしょう。あなたと出会わなかったらこんな傷ついて泣いたりしない。何を捨てて何を手にしたの。あなた一人愛している女は二人なんて残酷な愛という名の儀式。未来どちらか一つ切り落としましょう。なんて素敵な真実の確かめ方、とても愛おしい。片方の枝を切る。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。今何時？今何時ですか？教えていただけると嬉しいです。35分。何分から配信始めてた？ちょっと誰か分かる方、私が何分から始めてたか。ちょっと1時間で配信終わらないと、あのこんにちは、あのレッスンに行かなきゃならんので。1時51分ありがとう。じゃあその時間50分になったらにするわ。50分になったらランキングいくね。じゃああと1曲歌おうと。よし、じゃあ最後はこれにしよう。チームエイトのこの曲47じゃない。もしも悲しいことに出会ってしまったと室に帰ってきて大丈夫変なチョコな私でも愛はいっぱいいつだってあなたのそばにいるから時間をかけて立ち上がろう。恥ずかしがらないで。人は誰もそんなに強く生きられない。
がとうございます。ほい、ということでオケは終わります。ゲストありがとうございます。50分になったらちょっと誰か教えてください。お願いします。ちょっとね、古い携帯持ってきてないので、今日持ってきちゃった。こんにちは、こんにちは。あった、櫛があった。さっきからね、櫛をね、リュックの中にないかなって探してたんですよ。あと10分、ありがとう。本当だ、テロップ消えない。なんで？ナチョコサポートもう歌ってないよ。テロップ消えないわ。か、あと10分だ。食べ過ぎた日は水をたくさん飲もう。あ、お腹いっぱいお腹いっぱい。ワン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 、あっ、ね、お腹いっぱい。え、でもご飯の量もそんな多くなかったんですよ。でブリもめっちゃちっちゃかったし、切り身おかしい。おいしそう。なんだろうね、たまにない、なんか、あ、食べたいなみたいな日あるよね。あるんだよあるんだよ、私にはね。お腹いっぱいになった、でも満足多分いや、欲を言うなら甘いものが食べたい、スイーツがね、ちょっとダメですね、食べません多分。スイーツは一応なんか公演が全部終わってアイドルフェスも終わったらっていう決まりにしてる、一応スイーツ守れるかは分からんが。そう、お菓子なんかチンスコを食べてた、なんか塩チンスコ、なんかね、駅でなんか売ってて塩チンスコが。そう、それを食べました。何食べるか決めてるの？全然ね、何食べようかね。そう、なんかチンスコはね、塩が好き一番。何個か味食べたことあるけど、ヒカ塩が一番好きです。甘じょっぱいジャリジャリっとした感じが大好き。おいしい。ケーキ、なんか別にケーキ、いや、ケーキにしかこだわりはないんだよな。そんな、なんかなんかその時の気分で決めちゃう。うん、そう、割と最近ね、なんか、まあ、絶対これが食べたいっていうものがなかなかなくて、なんか漠然となんか甘いもの食べたいな、スイーツ食べたいなとは思うけど、なんだろうね、
ドーナツでいいな。ドーナツ、いやでも生クリームも欲しい。あ、じゃあダメだな。え、ミスドえ、ここに来てミスドかな。ね、まあなんかちょっとコンビニで見て決めようかなと思います。腕よ細くなれ、このたるんだお肉よいなくなれ。ミルキーか、ミルク系苦手だもん。ものにもよりますか。この前ね練乳食べれたんだよね。そう、練乳昔苦手だったんですけど、最近ねいちごと一緒に食べたら、いちご削りよっていう、まあなんかねものを食べて、練乳がね結構変わってたんですけど、そう美味しかったね。そう、二の腕プニプニッとしてるんです。でもこれ以上なんかそんなならミルキーもいける。本当ミルキーってでも何？アメちゃん？え、そこからっていう。多分アメちゃんだよね。アメちゃんだったよね、確か。アメちゃんはあんまり食べない。でも今ね、なんかね、誰だっけ？誰かにいただいたね、アメちゃんがね、今、カバンに入ってるんですよ。ほら。マスカットの、アメちゃん。飴というかキャラメルなんだ。こんにちは。飴ちゃんね。ちゃん途中で噛んじゃう人、噛んじゃう人、なんなら割と大きい段階でガリガリしちゃう人、なんだろうね、ずっと舐めてられないの、なんか噛みたくなっちゃって砕きたい、急に砕きたいぞってなっちゃうから砕いちゃいます、噛んで。こんにちは。わかる？よかった、わかってくれる人いて。そう、我慢できない。氷とかも噛む噛む、めっちゃ噛む。まあそんな氷食べることがあんまりないけど、ひかはそう、食べたら噛みますね。チュッパチャップスも噛んでる。そうね、チュッパチャップスも途中で噛み始める。そう、初め舐めてるの、ちゃんと口になんか加えてというか、そうだんだんガリガリ聞こえてくるから、そうガリ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 。こんにちは。なんか昔はさ、割と溶けるまでとか舐めてたんだけどな。ガリガリ君は食べたことないんで、ガリガリしたことないです。そう、ふわふわのかき氷食べたい。そうなの、ギフトありがとうございます。超ふわふわのめっちゃ美味しいやつ、ちょっとお高いやつが食べたい。私もシロップしか食べたことないよ。昔はさ、家にさかき氷機があったからさ、かき氷作ってさ食べてたけどさ、シロップかけて。いや、そんなんじゃないんだ。もうふわふわの
なんか抹茶味とかいちごとかもフルーツとか乗ってるやつ、フルーツの味とかがダイレクトに来るやつ。そうそう、食べたことないからお祭りでやってるやつとか、なんかいちごメロンと、いちごメロンブルーハワイで同じ味するっていう噂のあれみたいのやつしかね、食べたことがないから。お、50分ありがとうございます。ということで、じゃあランキングいきます。ランキング読んだら終わりますね。ギフト読んで、はい、13位水野、32位まさるちゃん、3、10位アプリコット3、10位レディオス星ジン推し3、9位カキ焼き鳥連合オレンジかしもべ2号引く配信見ておさぼり中3、イエイ8位ナナースまゆゆ推し3、7位谷口朗希さん、6位ナーさん40ナーさん47、チームメイト STU48 さん、5位かぼちゃ先生、4位ばんちゃん、3位プリーツアットヒカチューブさん、2位フジッピアットヒカチューブさん、1位ヒカチューブのミケアットドボン対戦できなくてピエンピエンさん、またねしようね一緒にね。よし、それではギフトいきます。前ジャパンさん、海ハイパーさん、リュータロンロンマンさん、ジッピさん、ヒカチューブのミケ、ケンさん、プリーツさん、ですかね。はい、ありがとうございます。はい、すいません、なんか急に始めちゃってね、ゲリラで始めちゃってごめんなさい。ゲリラじゃないわ、別に一応言ったわ一応言ったけど急に始めてごめんなさい。はい、ということで皆さんね、見に来てくださってありがとうございました。ショールーム、インスタグラム755、ぜひいいねコメントフォローお願いします。はい、私もこれからレッスンなので頑張りますね、頑張ります。 Yes、 ちょっと元気出た気がするから、 Yes、 頑張ります。それではまたね、ありがとうございました、見に来てくれて。だね、夜はね配信できないかな、多分ちょっと遅いので今日は帰りが。バイバイ。またね、ありがとうございました。